そこまでだ。どんな踊りや芸を見せられようと、私は。大魔王マデサゴーラの目的とは、すなわち自らの作り出した偽りの世界によってこの世界を塗りつぶすことではあるまいかと。大魔王の計画を阻止できなければ、この世から真実は失われてしまうだろう。我々に敗北は許されんのだ。アン・ルシア。はい、ルシェンダ様。わかったな、アン・ルシア。我々に敗北は許されんのだ。
ついてこい。尋常に勝負です。
直してきやがれ。気を引き締めましょう。
上の階にあったごっつい扉の向こうにはすっげえ宝が眠ってるはずなんだが、どうやって入ったもんかな。うひょひょ、お宝お宝、欲しい欲しい。もう一度あの扉を壊せないか試してみましょうよ、モルバ団長。そうだよな、ワンゲニジトラよ。やらないよりはやっちまえ。それが砂漠のモグラのモットーだったよな。なんだ貴様は。ああ、グランゼドーラの王家の墓を荒らしませんでしたかだぞ、この野郎。しましたとも。何でも王子が死んだって聞いたんでな、最新のお宝をゲットできるチャンスだろうが。おあつらえ向きに鍵も開いてたしな。棺の中にあったものは売りさばいた後だ。返せって言っても返せねえから諦めな。あのね、団長は今このピラミッドの開かずの扉の向こうにある宝物にご執心なのだから、邪魔しないでほしいわ。どうよ、貴様も見たろ、あの石室の扉を。あれほどがっちりと閉じられた扉だ。ものすっげー宝が俺を待ってるのさ。そういうことなんでな、今は捕まるわけにはいかねえ。何者かは知らねえが、ここで死んどけ。グレイブディガー、目の前の敵を食らい尽くせ。気を引き締めましょう。
グレイブディガーがやられちまった。すいませんでした。トーマ王子の墓に手を出したのはほんの出来心なんです。トーマ王子の遺体をどこへやったのかですって？めっそうもない。ご遺体に手を出すなんてそんなおっかないことできませんよ。王子の棺は最初から蓋が開いてましたし、中には遺体もありませんでした。変だとは思いましたけど、お宝は残ってたのでそれだけもらってきたんですよ。本当なんです、信じてください。そうよ、砂漠のモグラのモットーは墓荒らしても人権荒らすな、遺体に手を出すなんてしないんだから。洞窟団は解散して悔い改めますんで、どうかどうか見逃してくださいまし。そこまでだ。ピラミッドを荒らす洞窟団、砂漠のモグラ、アラハギ色王国犯罪取締担当官ダラシュが貴様たちを逮捕しに来たぞ。君のことが心配できたんだけど、ちょうどいいところに出くわしちゃったよ。悪いけど、こいつらは僕らが捕まえてアラハギ色に連行していくよ。いや、本当にご苦労だったね。本当に俺たちは王子のご遺体のことは知らねえんです。どうかどうか。言いたいことがあるなら城で聞こう。ほらほら、キリキリと歩けよ。信じてください、本当なんですよ。俺が王家の墓に入ろうとした時、中から誰か出てきたんです。顔とかよく見えなかったけど、きっとそいつが王子の遺体を盗んだに間違いありません。
待て。だ。が、忘れられないのか。だ。を殺したのは、私だ。だな。だから、名前、変えたのも、とは、合わない。私は、に、大神官になる。
大神官様。何事じゃジュアロ。神殿内で大声を張り上げるのは感心せぬぞ。失礼いたしました。実は神官ゾデラのことでご報告したいことがあるのです。なるほどのう。この旅の者もそなたのようで来たのじゃな。かねてより私はゾデラの素性が気にかかっておりましたが、こたびその旅人に頼み調べてもらいました。その結果ゾデラは過去に人を殺めた疑いがあると分かったのです。ゾデラが人を、のう。確たる証拠はまだありません。ですが今すぐに彼を呼び事の真偽を問いただすべきです。ジュアロよ、よく報告してくれた。だがこの件はわしが預かる。ゾデラへの追及も他言も無用じゃ。しかしそれでは人を殺めるようなものをダーマの大神官にしても良いとおっしゃるのですか。そんなことになればこのダーマ神殿の未来は閉ざされてしまいます。何度も言わすでない。下がるがよいジュアロ。はい、失礼いたします。あ、お前には礼をしなければな。後で私のところまで来てくれ。ゾデラのことは心配せずともよい。そなたもこのことは他言無用に頼むぞ。Thank you.
とう。あなたのおかげでここまで来れたよ。あれ？あの人って。あなたは次の大神官になるゾデラさんですよね。ゾデラさんですよね。そうだ。はじめまして。僕はギザント一座の踊り子リディです。大神官の任命式で踊ることになってます。お前はなぜ踊り子などになった？僕ちっちゃい頃にシタル一座って芸人一座の公演を見たんです。それがすっごく面白くって、中でもジャンナさんっていう踊り子の踊りがとっても綺麗で憧れちゃったんです。それでシタル一座に入ろうって思って。僕が一座に入った時にはジャンナさんはもう辞めてて、座長も今のギザントさんに変わってたけど、それでもいいんです。ゾデラさんやお客さんのみんなに楽しんでもらえれば僕は満足ですから。どんな踊りや芸を見せられようと私は楽しむことなどできない。え？お前のような踊り子ならなおさらだ。私はダーマ神殿へ戻る。今の何？もしかして新人の僕じゃみんなを楽しませるなんて無理だって言ったの？不愛想な人だって聞いてたけど、あんなこと言わなくてもいいじゃん。いいよ見てなって。絶対にあの人に楽しかったって言わせてやるから。あっと危ない。ここに来た目的を忘れちゃうとこだったよ。希望の花に願い事をしなきゃね。よしっと。このつぼみを持ち帰って枯れずにちゃんと花が開いたら夢が叶うんだって。僕の願い事が気になっちゃう？でも秘密だよ。さーて、やることはやったし、ダーマの神殿に戻ろっか。お礼をするから後で僕のとこに来てね。丘まで連れてってくれてありがとう。これお礼だから受け取って。そういえばゾデラさんはなんで希望の花の丘にいたのかな。願い事をするような人に見えないけど。おい、リディ、そんなとこで何やってんだ？あ、ギザント座長。
希望の花が咲く丘でゾデラさんに会ったけど、あの人ひどいんだよ。お前みたいな踊り子じゃみんなを楽しませるなんて無理だって言われちゃった。あーもう思い出しても腹が立つな。あー分かった分かった、ゾデラをギャフンと言わせたいってんだろ。ならしっかりと稽古をしなくちゃな。さすが座長分かってる。それじゃ僕は稽古に戻るね。ゾデラが希望の花の丘にか。やはりまだ忘れられないんだな。あんたセレドの町で見かけたな。あの時俺とゾデラが話しているのを見てただろう。隠しても仕方ねえから言っちまうが、新刊のゾデラはな、本当はシタルって名前で俺の前にこの一座の座長をやってたんだ。グランゼドーラでの興行を終えてここに向かっていた途中のことだった。一座の花形だった踊り子ジャンナが死んだ。ジャンナは希望の花を取りに行って魔物に襲われたんだが、シタル座長は自分の責任と感じて一座を辞めちまったんだ。そしたらその座長が新刊になっててさ、次の大新刊候補なんだって聞いた時はひっくり返るほど驚いたよ。正直俺は座長の器じゃねえから、酒場に呼び出して一座に戻ってくれないかと何度か頼んでみたが断られっぱなしさ。自分が憧れたシタル一座の座長があのゾデラだと知ったら、リーディは緊張して踊れなくなっちまうかもしれねえな。あいつには才能があるんだ。ジャンナさえ超えられると俺は思ってる。だから今度の公演は成功させたい。いいか、ゾデラの正体をバラすなよ。リーディだけじゃなく神殿の誰にもだ。今ここで騒ぎは起こしたくねえからな。